こんにちは。今日の試合は楽しみなゲームとなりました。どちらも負けられない中での重要な一戦、実況は私西岡、お隣解説席には堀池拓実さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールラインを割ります。なお本日の主審は張俊寛です。キーパーがしっかりと抑えます。ここはチャンスだ。カウンターが出るか。客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。バルセロ、ここにはイニエスタがいました。ロングシュートはキーパーが難なく処理します。打った方としても流れを引き寄せたいという意図もあるんでしょうが、キーパーは完全に見えてましたからね。アグエロ、チャンスを演出。クリスチアーノ・ロナウド、どうなる。セーブ。クリスチアーノ・ロナウドのシュートを止めます。さあコーナーからのチャンスです。ダンテ、キーパー弾く、狙っていった、ゴールです。ゴールゴール。前半9分、試合が動き出しました。クリスチアーノ・ロナウドへつながるか。キャッチはできません。ボールがこぼれています。イニエスタ、ペドロ・レオン、ここにいます。モドリッチ、わずかに外れてしまいました。マルセロ、さあここはクリスチアーノ・ロナウド、いい位置で奪った。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。スペースへ抜ける、打ってきた。このシュートは精度が足りません。逆足だったので精度を欠きましたね。これはアグエロ、主審がプレーを続行させます。クリスチアーノ・ロナウドへつながるか。セルヒオ・ラモスが絡みます。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、メッシ持ち込む、そして切り込んでいくのか。ダンテ、さあメッシです。このボールはベンゼマが許しません。メッシ、このパスはベンゼマに向けてです。これはもうキーパーに余裕がありました。さあどうだ。セルヒオ・ラモスが絡みます。マルセロ、フィールドの中盤でボールを奪いました。アグエロに対してうまくつなげたい。シュートだ。ゴールが決まった。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、ミッドフィールドでボールを取りました。ベンゼマ、モドリッチ、アグエロ、パスをこの位置で防ぎます。クリスチアーノ・ロナウドへつながるか。
振り抜いた、止めました。素晴らしい反応、クリスチアーノ・ロナウド、そんなバカなという表情。イニエスタが絡みます。アグエロ、ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、スペースを見る。セルヒオ・アグエロ、激しいプレッシャーをかける。ボールはキーパーです。ここからつないでいきたいですね。バルセロ、メッシ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。ヘディングでのパス、セルヒオ・アグエロ。さあメッシです。アグエロに対してうまくつなげたい。セルヒオ・アグエロのボールはそれてタッチラインの外に。これはアグエロ、ここフリーキックを指示します。フランク・リベリー、出足が鋭い、カットします。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、クリスチアーノ・ロナウドへつながるか。打った、シュートはバーに阻まれる。クリスチアーノ・ロナウド、決めに来た。ボールが浮いてしまいました。よく聞いています、リベリー。素晴らしい飛び出しです。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、さあここはペドロ・レオン、アグエロに対してうまくつなげたい。ロベン、ゴール決まりました。もう止まらないといった感じでしょうか。確かに今日の様子では止まらないという感じでしょうね。この試合に関しては力の差が出てしまっています。この動きがモドリッチのプレーです。マルセロ、クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。前半が終了しました。スコアは3対0、3点のリードでハーフタイムを迎えます。ハーフタイムとなりました。解説の堀池さん、前半戦、後半戦の開始です。メッシ、ロペン、アグエロがフリーになるか。ここで打つ、ナイスディフェンスです。クリスチアーノ・ロナウド、メッシ、いいクロスを入れたい。ボールはキャッチされます。リオネル・メッシ、
っている。さあどうだ。さあここはクリスティアーノ・ロナウド、 PK が指示されています。タックルを狙いましたがボールに行っていませんでしたね。これはしょうがないですね。ですね。かなり一方的な試合展開です。イニエスタ、この動きがモドリッチのプレーです。イニエスタが絡みます。カルバハル、ベンゼマ、ラブリーに決めてきました。いいタックルだ。ボールをキープしました。やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ。入るか？また決まった。これはもうディフェンス陣はズタズタです。ちょっと根本から見直さないといけないですね。ワンサイドゲームとなってしまいました。ボールを奪いに行くのはリオネル・メッシ。クリスティアーノ・ロナウドがスペースに。クリスティアーノ・ロナウドへつながるか。どうなる。再び得点です。リードをさらに広げます。もう止められません。これはもっと入りそうですよ。一方的な試合となってしまいました。メッシに注目しましょう。ペドロ・レオン、ここにいます。ルカ・モドリッチ、マルセロ、サポートを使いますか。ここにいます。イニエスタ、カルバハル、ここでかわしました。リオネル・メッシ、どうだ。シュートはブロック。アグエロ、やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、打ってきた。また得点が入りました。ゴールネットを揺らした。彼がいなかったらこのチームはどうなってしまうんでしょうか。想像もできませんね。彼はこのクラブのスターです。スターたるゆえんを見せ続けていますね。大量リードの試合となっています。さあ次はどうする。ロッペンです。バスティアン・シュバインシュタイガー、スペースに入る。キャッチはできません。ボールがこぼれています。ボールはキーパーの手の中へ。ボールが中盤でカットされました。アグアロ、このボールはどちらが取るか。ちょっと精度が悪かった。クリスティアーノ・ロナウドのボールはラインを越えていきます。うまくボールを奪った。マルセロ、リベリー、クリスティアーノ・ロナウド、これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。サイドをえぐって中を見る。気は抜けない展開です。クリスティアーノ・ロナウド、メッシに注目しましょう。慎重に攻撃を組み立てています。さあここはペドロ・レオン、ペドロ・レオンが顔を出します。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。リベリ、
バスティアン・シュバインシュタイガースペースに入る。何か完全に力の差というものを感じる両チームです。右にサポートが寄ってきた。視線が中にいった。さあ出すか。さあ折り返した。パンチングで弾きました。ペドロ・レオン、リベリ、マルセロ、ルカ・モドリッチ。さあここはクリスティアーノ・ロナウド。マルセロ、クリスティアーノ・ロナウド、危ないところでなんとかクリアしました。ボールに絡むと空気が変わります。クリスティアーノ・ロナウドです。アグエロに対してうまくつなげたい。チャンスに見えましたがオフサイドの判定です。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。モドリッチ、試合終了です。一方的な内容となりました。